おはようございます。おはようございます。おはようございます。珍しいメンツで。はい。あ、藤井さんもなんかご無沙汰みたいな。そうですね、2ヶ月ぶりぐらいでしたね。中田さんもその前会ってなかったから。あ、そうですね。半年ぶりぐらい。はい。いや、忙しいな。そうですね。なあ。そうですね。忙しいの。いや、まあ、ぼちぼちと。ええやん、忙しかったらな。人間暇やったらよくないで。あ、まあ、なんとなくわからない。ろくなこと考えへんからな。なるほど。え、あの、命だけは大切にしてください。ろくなこと考えへん。そっち方向ではいかないですよ。当たり前やすな、お前。そんなもんな、暇やったらな、なんかもう変なこと考えるやん、人間って、うん、なんかお金落ちてへんかなとか、ね、そっちのなんか、うん、お金、やっぱ金大事やん。あ、まあ、まあ、もちろんもちろん、ね、生きていく上には必要なもん。そうそう、まあ生きるための切符やからな、お金っちゅうのが落ちてへんかなとかな、変なこと考えてまうで、まあ昼間からボーっとしてるわな、家で、でネットフィリックスも飽きてくるんで、最近飽きてきたんや。あら、もうな、韓流もちょっと飽きてきて。今は何してますの？え、今何してます？いや、見てるよ、ネットフィリックス。あ、見てる。あのスパイファミリーじゃん、やってる。おもろい。おアニメやで。アニメ、アニメ、アニメ。え、どこ、ごめんなさい、どこの国のアニメですか？日本。でもなんかあれ、あれな、なんかあの題材は日本じゃないね。あの題材中か、あの世界、まあ、西洋系やろ。おもろいね。アニメは絶対見えへんけどな。でもたまたま見たらおもろかって。え、でも今までは見たことあるでしょうな、アニメ。まあ、服部君とか北斗の拳。あ、北斗の拳、あの、鬼太郎。鬼太郎はね、家の鬼太郎。いや、でもついてますもんね、あのテレビで鬼太郎。いや、あんな、なんかちゃうねん、最近の鬼太郎わかんねん。え、綺麗すぎんねん、色が。あ、わかります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 。あんな派手な黄色なんか出てけへんわ。派手な黄色。昔なんかもっとおどろおどろしい、なんか、今の猫娘ちょっと可愛いもんね。あかんかん。あ、そうでしょ。あかんかん。昔は猫娘不細工でしょ。怖かったやん。あ、怖いですね。なんかな、今のなんかなあ、ちょっちゃうねんな、なんか見ながら時間潰してんねや。はいはい。で、今野球もあれへんし。あ、ないですね。むちゃくちゃ暇やねん。な、何してんの、あなたは。藤井林君は。僕もでもね、海外ドラマとか見ますよ。ほんま、はい、あれ見てる。イカゲーム。ああ、いつの話だよお前。イカゲーム見ました、アインさん。見とるわ、そんなもん。いや、めっちゃ怖いよ。こんなこと。それ自宅で見てる。もちろん自宅。トイレちゃんは。トイレでよく休憩しますけど。イカゲームな、面白かったよ。まあまあ、うん、まあまあ、まあまあやったわ。まあまあ、うん、やっぱこう価値観がやっぱ出ますよね。それみんな違うから、そんな。映画とか泣く方。泣いたことないんですよ。最低やな、自分。泣きたいんですよ。え、じゃあ泣くような映画見てないの？いや、あの一番ヤバかったのは、うん、泣かんかったですけど、グリーンマイルっていう。いやいやいや、ホタルの墓でしょ。いや、それはそれそれ。じゃあホタルの墓言うと悪いけど、ちょっと笑けてまうとこあんねん。そうなんですか。うんこビチビチや、笑けてまうよ俺。ほんで、いつも嫁はんに怒られんねん。ほらほら、僕はあの、僕小学校5年の時ですよ、ホタルの墓は。で、学校の授業の一環で、行動で見るっていうのがあって、見てられへんかったです。なんでさつまいも盗んだ時、捕まってボッコボコにされるやつを聞いちゃうから。頼むから一本分けであってほしいな、思って。もうたまらなかった。泣いた。いや、泣きましたね。もう、でもね、そっからちょっと嫌なって。なんで？いや、もう苦しいんですよ。そやからもう見えひんように。毎年お盆にやっとったから。そうなんですよ。だから見えひんようにしてた。もうちょっと辛くて、うん、あれだけはもう無理ですね。そう、映画ってなんで見るねん言うたら、泣くために見てるから俺。ああ、なるほど。感動したら泣くんですか？泣くわ。いやいやいや、まあ、ほぼ。いやいや、ちょっと待って、俺むしゃ泣くで。もうテレビでもあの動物もんとかあかんねん。ああ、長いやん、なんずるいやん。まあね、もうな、もう絶対見えへんもん俺。一回な、はい、店でな、はい、まあ、あの動物王国かなんかやっとって、はいはいはい、柴田健さんの、はいはいはい、見とって、なんか犬のやつやって、うん、犬が亡くなるとかそんな話じゃないや、号泣してる最中に酒屋入ってきて。いや、別に面白いやん、それは。で、酒屋がこう固まってんねん。なうわーっとここで固まってんねんや。で、何笑とんねんお前って笑ってるわけじゃないんだけど、なんか逆切れした話があって。恥ずかしかったから、強く言っちゃった。まさかそんな流行ると思えへんやん。でも泣くために映画とか見るな。ああ、いや、感情移入ができないんでしょうね。冷めてんの？
されてるんだ。例えばね、はい、映画やったら、まあ言うたら作り話じゃないですか、はい、基本ね、はい、リアルなそのストーリーで感動したとかはないですか、うん、リアルな人の話聞いてな。そうです、うん、リアルな話はないな、はい、ないですね、はい、いやでも、はい、その阪神の阪神好きの西根君とかが、うん、から聞いたその甲子園優勝した時、ごめんなさい、なんか18年ぶりに、うん、日本シリーズでしたっけ、うん、あった試合があった時に、うん、この甲子園の入り口で並んでて、うん、あの 何時間前から、ま、いつから待ってるんですかって言ったら、その18年待ってますっていうのは、うん、それは僕はすごい感動しましたね。その西根君に聞いた時は泣きました。泣くまではいかんな、うん、ただそのグッときました、ね、いやもう泣く話してんやな。そうそう、でもなんか来そうにはなりました。いやもやしは涙ないのか。なんか、ね、涙なしのもやしか。なんかちょっと冷めて見ちゃうですね。うわ、嫌な性格やな。でもな、泣きたい気持ちあるんですよ。気持ちいい、はい。気持ちいい。ほら泣けや。いや、でも泣けないんですよ。なんでな、何が邪魔してんの。いや、だからまずその泣こうとしたら、うん、泣こうとしてると思って冷めちゃうんですよ。あ、わかります。あのな、自然に泣くもんなんよ。泣こう泣こうじゃないね。はいはい、な、マージャンちゃうねんからお前。そうそう、泣こう泣こうじゃない。な、そちゃうねんやな。勝手に流れるもんや、涙って。なんかあれなんじゃ、客観的に見えんじゃん、物事な。僕結構朝の連続テレビ小説見て泣くことはありますね。わかる。朝一から。わかる。わかる。朝から泣く気持ちやねん。いや、そうです。すがすがしない。すっきりしますね。その日、ちょっとやる気出ますね。そうそう、頑張ろうと思うよ。いや、思いますよ。いや、あれね、多分涙って毒素とかね、嫌なのを流してくれてるんですね。人間のストレスを出すねん。ああ、なるほど、なるほど。涙って。だから溜まってんじゃん、ストレス。落ち溜まりきってるの。確かに。泣いてへん男だ。多分37で泣いてないんで。嘘。そうですね。すごいな。じゃあ赤ちゃんの時以外は泣いてないですか。それ違うけどな。はあ。まあ泣くようなな、まあこれから映画とかドラマ見て、はい、感動するようにしてください。はい。また教えてください。はい。はい。